さあ、じゃあ新しいペナントやっていきますか。まあ題してタイトル通りなんですけど、戦力外のみでペナントを制すということで、まあルールは至って簡単です。獲得できる選手は、戦力各球団を戦力外になった選手のみ、戦力外になったというか、まあ、自由契約になった選手のみね、っていう形です。なんで補強的にいくと、まあ、ドラフトは取れない、FA 取れない、海外帰国選手取れない、外国人のあの調査して獲得するやつができない、まあトレードができないって感じかな。まあね、細かく言うとね、海外帰国選手は戦力外になったんじゃないかっていうのもあるけど、まあその辺はちょっとなしにしておこうか。一応海外帰国選手はなしで、まあ、ワンチャンありでもいいのかなと。あとゲンドラはなしです。ゲンドラはなしでいきたいと思います。まあそんなもんけ、そんなもんか。あと、自分のチームの選手が FA 宣言した場合は引き止め禁止、ポスティングは全て承認で、複数年契約禁止で、選手権監督とかも禁止、まあ監督は T 岡田、あとはまあそんなもんかね。初期チームはまあ弱いチームを使いますというところでやっていきましょうか。で、今回は広島にちょっと、広島の代わりに入れます。で、各球団ちょっと選手、枠がパンパンで、ちょっともうちょっと広島にいろんな選手入れたかったんですが、入れれなかったんですが、ご了承くださいと。ヤクルトに床田。巨人に、末金。横浜に栗林。阪神に坂倉小園。西武に秋山。楽天に森下、栗、常広、島内、野間と。楽天が65人しかいなかったんだよね。枠余った状態でやってたんだね、楽天って。結構3位争いとかしてなかったっけ、クライマックス争いとか。補強したらよかったのに。で、あとのチームですね、オリックス、ロッテ、ソフトバンク、日本ハム、中日は枠パンパンだったんで、あの入れれませんでした選手は。で、基本的にこの辺は特に変わらず、ルールは特に変わらずと。で、現役ドラフトはなしと。ドラフトはありなんですが、オリジナル選手は出てきません。まあ、転生 OB、転生プロ、転生外国人 OB、転生外国人プロ選手は、ありです。で、選手特性アイテムは自動で使いますと。まあ、そんなもんかね。あと、初期チームの紹介ですね。ピッチャーは1人しかいません。あ、なぜか絶好調。そして奪三振が取れると。奪三振が取れるというか追い込めるのか分からんけど、あとはオール E の選手で、オール F の選手ですね。 E、U、A、O、カーキ、警告と。なんか誰か1人だけ徳のついてた気がする。あ、逆境、コア逆境に強いです。ただそれだけかな。あとの選手は特についていないという形でやっていきましょうか。最近で、 あと監督は T 岡田です。バント指示とミラクル。 T 岡田ってそのバントのイメージあるのかな。いいスカウトがね、いなくなったんよな。ここね、結構いいのが前はいたんだけど、アップデで変わってもう C しかいません。なので、まあこの辺のコーチを使っていくのがいいんかな。まあ、とりあえず育成力はいるよな。特能は正直最初いらないんでね。まあ朝、対左アップ初級がいいかな。一発か対ピンチか。まあ、南東派の方が強いんでね。パワープロは、パワープロとかオーペナは結構南東派が有利なんで。で、スカウトはどっちもいらないと、使わないね。戦力外しか取らないんで誰でもいいですと。では、じゃあどうせ1年目勝てないんで、まあちょろっとだけ見てみようか。どうせ勝てません。まあ、今年の目標はまず1勝できるかどうかっていうところなんで、まあ、一番勝てる可能性があるとすれば開幕戦なんよ。疲労が溜まってないから。うち枠パンパンっていうか10人、野手9人、投手1人の10人しかいないんで、もう特にピッチャーがあ、もう終わりです。じゃあもう勝てません。
シーズン終了まで行きましたが、まあもちろん最下位ですと、今ちらっと見えたんだが、143敗って書いてなかった？あ、143、あ、そうか。143試合か。俺144試合あるから、あ、1勝したわと思ったけど、あの、143試合しかな、ありませんでした。ほんで、我がチーム以外の球団は5割勝っております。ということは、まあ、交流戦も再開と。投手陣は、中継ぎが 0.00 と。野手陣は1割3分4厘。どうですか？あ、2人だけプラスで、あとは全員マイナスですね。あ、クもプラス。マイナスって意味わからんからね。まずこの指標は、その選手だけで打線の時1試合平均何点取れるかを算出した総合得点能力を表す評価指標なんで、ちなみに彼が1番から9番までいるとマイナス 1.30 っていうわけわからん。普通0点なんだけどね。全員が三振しても0点のはずなんだけど、よくわかりません。もうほんで、じゃあオフシーズンで選手取っていきましょうか。タイトルはもう絶対入ってないんで。あ、軍事が DH 取ってる。まあ、でも面白いよな。1年目は見ると。藤岡。紅林。あ、ゴールデングラブ。これ謎にね、ゴールデン、あ、首位打者紅林。何があった？謎にゴールデングラブは取るんだけど、守備機会が多いからじゃないかっていう説があるよな。打たれてるからめちゃめちゃ。守備機会は多いはずなんだよな。それでゴールデングラブを取れてる説があります。あとピッチャーはやっぱイニング投げてるんで。で、ここでとりあえずそのままでいこうか。特に何も変えない。あ、でも引退してる選手とかいたから、コーチ変えるもあれだったかもしれないね。いいコーチが入ってくるかもしれない。なんかいいコーチあんま来なくなったよな。前作ではね、和田とか、投手コーチで行くと和田とかが良かったんだけど、あと打撃コーチで青木とか、近藤とかもコーチになったりしてたんだけど、今作なんかあんまり出てこないんだよな、他球団の。他球団の引退した選手が。で、現役ドラフトはもう今後開催されません。本当はドラフト会議も開催したくないんだけどね。うちだけ取れないから。毎年一人だけありとかにすればよかったね。一人、ドラ1だけ取っていいみたいな。そういうルールにすればよかった。転生はいないのかな。転生がちょっと弱体化してるっていうのもあるから、あんまり競合しないのかもしれないね。よっぽどの転生じゃない限りは。で、帰国選手もいませんと。ほんで、メジャーに行く選手はいませんと。全然いないな。何もいない。メジャーに行く選手もいないし、メジャーから帰ってくる選手もいないと。で、FA の選手はいっぱいいますと。西野、石川、有原、田口、若月、茂木。茂木ってファーストなんだ。メインポジション。はぁ。今年はファーストやってたのかな。山田、哲人。まあ、セ・リーグは全体的に成績漏れるはずなんだけどね、うちのおかげで。有原、巨人行った。すごい、ソフトバンク行ってから巨人。あ、オコエが、野間って結構強いよ。まさか野間が人的、オコエはソフトバンクに行った。オコエも楽天行って巨人行ってソフトバンクか。さあ、取れます、自由契約選手。ただ、金がないので、できるだけやっぱ安い選手を取ってみた。ただ、こいつはコントロールがめちゃめちゃ悪いんだよ。俺は知っている。彼を一度育成したことがあるんで。とりあえず安い選手は片っ端から、特に投手は取っていこう。ガルシア？誰ガルシア？ああ、西武のやつか。ディアス。ちょっと若い外国人取っていくか。2000万ちょっと高いな。1億5000万、1億4000万。高い高い。キャッチャーはベテラン取りゃいいかな。村西は中継ぎだったらやれるんじゃない。1億1億450万ユーティリティ。モンテス28歳。あー、ヨザ結構いいよな。1400万キャッチャーな。キャッ
チャーはできたらキャッチャー E じゃなくて D が欲しいよな。森、糸原。高いな、結構この辺になってくるとみんな。普通にやれる選手も出てくるのか。得の要因にもなってくれるんで、ベテラン取っとくと。それもありかもしんないね。登場。近藤とか普通に抑えるんよな。秋山もまあ先発の一角として取るのはあり。で、500万安い。あ、伏見だ。あ、キャッチャー C あるから。こういうキャッチャーはこういうのを拾っていけばいい。あ、岡田もいるじゃん。岡田でいいや、じゃあ。まあ、2人取っとくか。そう思ったら伏見高くないと。サブで置いとくんであれば。4400万だもんね。じゃあ岡田の500万が非常にありがたいと。野手はどうせ打たないからな、誰取っても。結構今年引退するような選手も結構出てきてますね。あ、小林もいる。あ、小林キャッチャー D なんだ。沢村、石山。ただ特労要員取ってもね、育てたい若手がいないからな。まあでもこの辺育てるか。ってことを考えると取ってもいいかもしれないね。特能要員で。来年ぐらいからでいいかな。野手取らないといけないような、野手。今のところ野手は外野、ショート、外野、キャッチャーぐらいか、あとは。モンテス3200万なの取っても外国人枠いっぱいじゃない？ロドリゲス、ガルシア、ディアス、一応3かまだ。じゃあもう一人いける。じゃあモンテス行こうか。3200万って安いでしょ。であとは育てたい選手、糸原とか悪くないんだけどね。3200万、まあ、糸原取るか、まあ、強いチームにいたらあれだけど、まあ、弱いチームにいたら、まあ、糸原がレギュラー張ってるんだったら弱いんだろうなと思うもんな。あ、小田とかも取りたいな。小田取ろうっと。マーゴ高いよな。マーゴ安かったらな。BCAD もすごい、5億強気ですね。まあ、こんなもんでいいや。野手来年また取ろうかな。うおー、すごい。これ、なんであれなんだろうね。この黄色にマーカーされるのがうちが取ったはずなんだけど、あの、木村とか、この北浦鍵谷はなんでこの赤く、このマーカーされないんだろう。そして伏見はオリックスに帰った。出戻りだ。さあ、いっぱい取りましたよ。うちのユニフォームサーカスのユニフォームみたいだな。ダサいな。すごいダサい。紫色の囚人服みたい。ほんで長いし。もうええ、分かったから。分かったって。やっと終わった。これを毎年見ないといけないかもしれない。さあ、海外留学。しかも留学いきなりできる選手もいるんじゃないの？いろいろいますね。投手は結構いるんだけど、若手野手だよな。おそらく金は、でもあれか。まあ、とりあえず、今年は機材買わなくていいか。ちょっと大物外国人とかを取る可能性もあるんで、外国人に結構金かかるからな。さあ、いろいろ変化球覚えてくれましたよと。もうアワークビにできるかな。できるわな。ピッチャー陣はぼちぼちいるもんな、人は。さあ、これでじゃあもうアワー幽閉して。この辺もまあでも一応入れとくか。まあ、今年の目標は怪我せずに、なんとか頑張ってくれと。できたらまあ1勝でも多く上げてほしいんで、まあ、10勝ぐらいはやっぱ目標にやっていければなというふうに思っております。あと育成する選手がな、なんか若手で、あ、こいつだみたいな選手をちょっと探していきたいね。まあ、今年活躍した選手っていうのはやっぱ育成していく候補に入ってくるんで、皆さん頑張ってくださいと。じゃあ終わりましょう。